3月12日木曜日の山陽新聞ニュースです。宗教の枠を超えて祈りを捧げようと人道援助宗教 NGO ネットワークが主催する東日本大震災の慰霊祭が11日に岡山市内で行われました。発生時刻に合わせて黙祷した後、それぞれの団体が順に教を唱えたり、成果を歌ったりして追悼しました。 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、岡山県内のスーパーなどで、即席麺やレトルト食品といった、手軽に食べられる商品の売れ行きが伸びています。小中高校の臨時休校で、子供の昼食が必要になったり、感染防止で外食を控えたりする動きが広がっているためとみられます。JR 西日本岡山支社は11日、 2018年の西日本豪雨で崩落し、3月上旬に復旧工事が完了した白尾線の倉敷駅から清根駅間にある線路脇斜面を報道陣に公開しました。白尾線は豪雨で岡山県内の68箇所が被災し、これまでに65箇所の復旧工事が完了しました。残る3箇所は2020年6月末までに、 終える予定です。続いて天気予報です。3月12日は岡山県南部、北部ともに晴れ、夜、曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は2度、最高気温は15度でしょう。岡山県北部の最低気温は0度、最高気温は15度でしょう。降水確率は岡山県南部、 午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。